おい、バッグ忘れてるぜ。ほら。 Thank you。 後でね。じゃあな。さて、バッグは OK。 教科書はいいわね。ノート、鉛筆、ペン、水筒は完璧ね。いい調子だわ。さて仕上げましょう。忘れ物しちゃったら大変ですからね。よし、しっかりバッグを閉めるのよ。これで学校の準備は万全ね。やった、楽しみだな。あら、やだ、寂しくなるわ。母さんたら俺も寂しいよ。じゃあね。ボンボヤージュ、息子ちゃん、私のプリンス。2、3、次は方程式か。よ、元気？うわぁ、信じられない、綺麗だな。はぁ、あ、こんなところに来なきゃいけないなんてだる。学校最悪だし、まあいっか。うわぁ、マジか、楽しみだな。ねえ、ちょっと何ジロジロ見てんのよ。え、違って、どいてよ。スカイのせいで方程式が見えないよ。よかった、まだ方程式は消されてない。綺麗だな、やばすぎ。この方程式複雑だからいいんだよね、計算楽しすぎる。たく、なんだし、ガリ弁、キモいっしょ。そのティッシュよこしな。今数学なんかできないしって、やだ、超セクシー。大丈夫かな、何の騒ぎだね。はぁ、どいてよ、視界を遮らないでってば。よう、数学を受けに来たぜ、ロック。ハニー、授業サボらね。もちろんサボるっしょ。さて、試験の結果を返します。たく、だるい。ん、私のテストか。やば、私の点数、信じらんない。やった、 50% も答えが合ってたなんて、私すごいじゃん。ロックオン。まったく大げさな、この子は理解に苦しむ。こんなにひどい点数なのに。まったく、もう少し低くするべきかな。よしと、完了。これが最終結果だ。え、はあ、点数変えたの。まあどうでもいいし。げえ、紙吹雪だらけだ。まったくバカバカしい。ああ、やっとか、俺の試験返却の番だな。はい、どうぞ。ちょ、一体これ何ですか、 99% なんて。ああ、それが君のテスト結果だよ。貸してください、俺より高い点数のやつはいないはず。あ、ダメダメだ、ひどい点数だ。このクラスの担当に嫌気がさしてきたな。手に余るよ。 100% じゃなかったの、息子失格よ。絶対荷物をまとめて出ていくことになっちゃう。完全にホームレス状態だ。俺の人生おしまいだ。行くあてなんてない。外は灼熱なのに。うわぁ、どうして満点を取れなかったんだろう。テストを貸しなさい。点数を修正しよう。ほら、99点中99点、これで満点だ。これが新しいテスト結果だぞ。ま、待てよ、これって満点。スカイ、どうだ、俺のテストは満点だぞ。やった、嬉しすぎて宙に舞う思いだ。一体どうなってるんだ。おう、どうやら俺が一番乗りみたいだな。持ち物を並べて授業の開始を待つか。う、荷物が多すぎてかさばるな。さて、椅子に腰掛けてと。早く教室に着くなんか楽しいな。よし、バッグを広げるか。筆箱を出して、きちんと順番に並べよう。よし、これでいいかな。次はと、あ、蛍光ペンって最高だよな。これも順番に並べて、あ、定規で測った方がいいな。きちんと測定しないとな。うん、そしたら正しい距離に蛍光ペンを広げるんだ。よし、もう少しこっち。うん、完璧だ。うん、繊細で細かい作業だったな。間違いは許されない。これはよし、次はこれ、最後の2つ。分度器も全部用意したし。待てよ、汚れが。綺麗にしないと。よし、これでマシになった。うん、机のどこに置こうかな。よし、完璧だ、楽しみだな。全部配置につけたし、授業の準備万端だ。うん、授業が始まるまでもう少しあるな。うん、このハサミはしっかり油が差してあるから、いつでも切れるぞ。少し休んでおくか、大丈夫だよな。さて、授業を始めるぞ。まずは出席確認だ。オリビア。はい。ジュリー。はい、準備万端です。はいはい、そういうのはいいから。僕の名前は呼ばなくていいよ、出席してるから。スカイ、スカイはいるか。スカイ、いないのか。誰かスカイを見なかったか。やべ、出席確認に間に合わなかった。こっそり侵入しないと。マジ最悪、学校とかたるすぎ。ああ、これが最後だぞ。スカイ。よし、間に合った、席についてと。
やった。あ、すいません、います。うん、あれ、ずっといたのか。いましたよ、ずっと座ってましたって。まあいいか。先生、私言いたいことがあるんですけど、こいつ机で寝てますよ。ほう、なるほど、珍しいこともあったもんだ。うん、がっつり眠りこけてるな。うわっ、しまった、整理整頓したのに。おお、落ち着きなさい、全部並べ直さないと。授業の時間だ、席に着かないと。話してよ、これは私の席なんだから。ああ、マジかよ、俺の席だぞ。話してよ、点数稼ぎ。ファイト。今のは結構でかかったんじゃない。飽きたな、ガム噛んでないと寝ちゃいそう。スカイ、何してるんだ。何もしてません。けしからん、授業中のガムは禁止だぞ。このガム、わかったよ、どうでもいいし。うわ、スカイ、おめえかっこいいな、マジ活かしてたぜ。許せないぞ、このクラス最高じゃん。うん、机の裏にあるのはなんだ。ゲッキもガムかよ、全部処分してやらないと。あと一つ、おしまい。本当にひどい。先生、机のガムを処理しておきました。なんと信じられない、レオは世界一最高の生徒だな。拍手を、レオに拍手を。信じられない、こんなに幸せなことは初めてだ。ったく、何このアホらしい方程式、こんなの解けなんてオタクかっての。そうだ、全部消しちゃえばよくね。うわ、スカイ、おめえすげえ、計算式を消しちゃうとか、ロックだな。やった、数学、方程式は大好きなんだ、こんなの楽勝。答えはもちろん4。大正解だ、素晴らしい、彼に拍手を。さて、この計算式の答えが分かる人はいるか、誰か。分かります、僕答えられます。お願いします、僕を示してください。手挙げてますよ。うん、それなら答えを頼むよ。答えは92です。大正解、素晴らしい。俺こそナンバーワン、スカイはワーストだ。さて、次の問題の答えが分かる人は。たく、バカバカしい、どうでもいいし。はい。お、スカイ、答えが分かるのか。いや、自分にハイタッチしてるだけっす。スカイ、またやってくれたな、ドッグ、かっけー。スカイ、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 やめなさい、スカイを下ろして教室から出てきなさい。話せよスカイ、俺のだ。二人ともやめなさい、椅子ならもう一つあるから、机は共有しなさい。ほら座って、黙って試験を受けなさい。試験時間は30分だから無駄にするなよ、始め。次のページは何かしら。あら、ペンがない、どっか行っちゃった。ねえ、ペン一本借りるから文句言わないでよ。ったく、勝手にしろ、お前最悪だな。先生に告げ口してやる、そしたら懲りるだろ。もうこの問題の答えは、あと、あれ、待てよ、生物学の教科書を読んでた時のことを思い出す。うわ、変なフラッシュバックだったな、全然役に立つわけでもないし。よしと、バカバカしい試験とかもうたくさん。なんて、ちょっくらカンニング、誰も見てないよね。カンニングペーパーを持ってきておいてよかった、答えを写すだけ。よし、誰も見てないよね。次のペーパーを取り出そう。これが正しい答えか、完了。うん、もしかして C、 いや D か。スマートウォッチは便利だな、今日つけてきてよかった。爪にも仕込んであるんだ、ちっちゃいけど試験で落第しないためには必須なのよ。よしと、この問題の答えは D みたいだね。他の方程式は指の間。何見てんの、自分のテスト用紙でも見とけば。そうだ、自分のカンニングペーパーを確認しよう。念のため答えを手に書いておいたんだ。うん？え？あら、明らかにカンニングじゃない。まずい、先生が来る。何をしてるつもりかしら、信じられないわ、まったく困った子ね。スカイもたくさん隠し持ってますけど。私何も隠してないけど、ほら手にも何も書いてないし、手のひらには何も書かれてないわ。でも、そんな、人生最悪の日だ。そう？はは、顔中にインクついちゃってんじゃん。みんなは優等生になりたいかな？それとも不良学生？コメント欄で教えてくださいね。お友達と動画を共有して高評価もよろしくね。
爆笑動画を見逃さないようにチャンネル登録もお忘れなく。